カマンベールド・ノルマンディはカマンベールチーズの一種。フランスのノルマンディ地方で作られる。カマンベールチーズの元祖、本家本元などとされるのは次のような理由による。もともとカマンベールチーズはこの地方のカマンベールという村で作られたものであったが、アペラシオン・ドリジーヌ・コントロレ取得が1983年と遅かったため、すでに世界各地で、 カマンベールの名前が、この種のチーズの商品名として使用されてしまっていた。1983年、ノルマンディのを意味するドノルマンディをつけ、特にこの地方のカルバドス県、セーヌマリティーム県、ウール県、オルヌ県、マンシュ県の各県産であることなどを要件とし多くの認定を受けた。2008年の改定により、それまで以上に各県内でも狭い範囲に限定された。 外装に木箱を使うことも規定の一つ。原料乳の品種は規定されていないが、ノルマン酒及びプリムホルスタイン種の父が使われるケースが多い。2014年には5090トンが販売された。口当たりの柔らかい味が一般的な他のカマンベールチーズとは違い、カマンベールドノルマンディはコクとうま味のバランスが優れているとされる。また、熟成が進むと、 若干のアンモニア臭を発する。リンゴと一緒にオードブルとしても良いし、ノルマンディさんのシードルと合わせてそのまま食すのも良い。ありがとうございます。